ジョグジョグとは、ヤマハ発動機が販売しているスクータータイプのオートバイである。1983年に発売され、日本メーカーが最も長く継続生産しているスクーターシリーズである。日本国外でもジョグのブランドで発売されている車両は存在するが、エンジンやデザインは販売地域により異なる。 ジョグシー 50E1983 年3月発売。排気量 49cc の2ストロークエンジンモデルとして登場した。当時としては強力な 4.5PS のエンジンを搭載し、軽量なボディのスポーツスクーターとして発売された。価格も9万9000円と安かったことから人気を博し、当時 HY 戦争の敗北で経営悪化していた。 ヤマハ発動機を救うことになった。尖ったフロントカウルが前輪を覆うデザインは後発のスクーターにも大きな影響を与えた。ジョグ CG50 スポーツエディションチューニング車1987年2月発売。2台目は最高出力 6PS のエンジンを搭載し装備の充実により乾燥重量は5 6ラムとなった。1988年2月 スポーツグレードとしてフロントディスクブレーキとセリアーニタイプフロントフォークを装備したジョグスポーツと排気量を 79cc に拡大したジョグスポーツ80が登場した1988年10月にはジョグシリーズの生産累計が100万台を達成したジョグ CY501989 年2月発売の3代目は新採用のメットイン機能とともに イギリスの人気美系バンドブロスが出演したコマーシャルでお馴染みとなった。新開発の前傾シリンダーエンジンは最高出力 6.8PS を発揮した。このエンジンの採用によりデザインを犠牲にせずシート下にヘルメット収納スペースを確保した。1990年4月スポーツグレードのジョグスポーツと 排気量を 82.5cc に拡大したジョグスポーツ90が登場した。1990年10月にはジョグシリーズの生産累計が150万台に到達した。1991年1月発売の4代目。通称、ネクストゾーン。CM キャラクターは1991年が、萩原健一と川越美和。 1992年が小林里美。スポーツグレードは1991年4月にジョグ Z が発売され、1993年1月にスーパージョグ Z に進化。さらに1994年12月には最高出力 7.2PS のスーパージョグ ZR が発売される。スーパージョグ ZR は人気モデルとなり、 通常モデルがイブ5 0 k に更新されていった後も外見を変えず搭載エンジンを自動車排出ガス規制に合わせて変更することで生産し続けられた。1999年12月、排ガス規制に対応し、スーパージョグ ZR の最高出力は 6.8PS に下げられた。1993年12月発売のジョグアプリオは、 ヤマハの広報資料では、ジョグの5代目として記載されている。1997年12月発売。通称、スペースイノベーション。CM キャラクターは、TM レボリューション。東南翼式港、g ロックシステムを新開発し、7リットルの大容量燃料タンクの採用、シート下トランク容量の拡大と装備が充実した。 フロントカバー先端にマウントされた大型のヘッドライトが特徴であったが、スポーツモデルの Z2 ではヘッドライトがハンドル部に戻された。1998年にはベーシックモデルジョグ C も発売された。ジョグ CV50ZRZR エボリューション2001年1月発売。通称リモコンジョグ。CM キャラクターはユースケ・サンタマリア。 先代から受け継ぐ g ロック機構にその解除などの動作にリモコンを用いることのできるモデルが設定されたことが一番の特徴と言える。同年3月にはスポーツグレードの ZR Evolution が発売された。ZR Evolution はスーパージョグ ZR の後継モデルである。先代のジョグベース登場時にフルモデルチェンジを見送られたジョグ ZR のデザインは このモデルの登場を機に4代目ベースからリニューアルされ、近代的な形状へと進化したが、規制後エンジンであることから、レギュレーションの厳しいスクーターレースでは、用いることが難しい等の理由で、フルチューン等の認められる比較的緩いレギュレーションのレースを除いて、レース活動での活躍はあまり見られない。2003年モデルから全車両の生産拠点を台湾に移転させている。 2008年に生産終了が公表され、このモデルが2ストロークジョグの最終モデルとなった。ジョグ CE502007 年10月発売。自動車排出ガス規制強化によりエンジンはボックスをベースとした、水冷4ストローク再 1C3 バルブエンジンに変更され、燃料噴射装置や触媒なども装備されている。最高出力は3 1キロワット なお前輪ディスクブレーキ装備の上級モデルであるジョグデラックスも同年12月に追加され2009年1月15日には派生車種となる ZR が発売された2015年10月のマイナーチェンジにより燃費と出力が向上し形式が変更される最高出力 3.3kW 燃料消費率 69.7kmL 形式は ジョグ、ジョグプチが SA55J、ジョグデラックス、ジョグ ZR が SA56J になった。2017年8月のマイナーチェンジでは、平成28年環境規制への対応による、エンジンセッティングの変更と車体の一部改良が行われる。また形式も変更され、ジョグ、ジョグプチが SA57J、ジョグデラックス、ジョグ ZR が SA58J となる。 ヤマハが自社生産したジョグはこのモデルが最後となった。2018年4月25日発売。2016年10月に発表されたホンダ技研工業との業務提携により、ホンダタクトの外観を変更したモデルをヤマハがジョグとして発売することとなった。生産はホンダ熊本製作所で行われる、いわゆる OEM 供給となる。 外観以外の走行性能はタクトとほぼ同一で、ヤマハの原付一種としては、初となるアイドリングストップシステムを搭載したモデルも発売された。ジョグポシェは1992年に発売されたジョグの兄弟車種で、既存車種のフロント部分に巨大バスケットを装備させ、走行特性をマイルド化させた主婦向けの車両である。 既存ジョグのモデルチェンジとともにジョグポシェも変更を受け続けて販売されていたが2008年に生産終了が公表された。なお生産終了による後継車種は B のモルフェとなる。ジョグプチは2014年12月24日に発売されたジョグ CE50 のバリエーションモデルでもともと2012年9月よりアクセサリーパッケージ。 仕様として発売されていた、ローシートジョグがラインアップに加わる形になる。シートコンを通常モデルより2 5ト、mm、ル低くし、小柄な人でも運転しやすいようにしており、それ以外のスペックは通常モデルと同じ。価格は通常モデルより6000円高だったが、2015年10月の改良から同額になった。2017年8月以降も継続販売される。 ジョグ・アプリオ・アプリオは、ジョグの兄弟車種として1993年に発売されたモデルで、車体設計そのものはジョグよりもビーノに近い。当時のジョグに、装備されていなかった集中メットインキーや、大型の燃料タンクなど実用性に長けた装備を持っており、ジョグ ZR と同一の 7.2PS のエンジンを搭載した、アプリオタイプや、フロントブレーキをディスクにし、 若干スポーツの味付けに止めたアプリオ X などの派生モデルも存在した。従来車種に比べ、立ち気味の乗車姿勢を実現させるためにシートを車体中央に配置したため、ステップフロアは広くなっている。発売当初の社名はジョグアプリオであったが、モデルを経ていく過程にて、ジョグの名称が消え、アプリオという単独車種という位置づけになった。なお現在は、 車種の整理を受ける形で販売が終了されている。BJBJ は2003年に発売された。社名は、ベーシックジョグの略称であり、ジョグの廉価版として、台湾で生産されているが、基本的な構造などついては、ジョグと同一である。台湾で発売されていた、ジョグプロというモデルが原型であり、その名残から、ステップボード上には、 タンデム用のステップの突起がついている等の台湾発祥モデルらしい特徴がある。なお4サイクルエンジンには移行されず、2008年に生産終了が公表されている。フロントディスクブレーキ装備車のジョグ50スポーツエディションのエンジン排気量を拡大した上位車種も存在した。車体もほぼそのままであったため、共に数と乗り専用車であった。 なおすでに生産は終了している。ジョグ90は、ほぼ同時期に並行発売されていた、アクシス90と同型のエンジン型を搭載している。このエンジンは俗に言う、排気ガス規制前横型エンジンの 50cc 車両に、ボルトオンで装着できるため、近年エンジン単体の人気が盛り上がっている。2ストローク型ジョグシリーズの原動機は大きく3、世代に分けられる。 その世代分けは、初代と二代目の通称、縦型、三代目と四代目の通称、横型、五代目以降は、通称、ハイガス規制となる。三世代目エンジンは、基本的に横型をベースにしているため、ミッションのパーツを、はじめ、ほぼすべてのパーツに、互換性がある。これは、ジョグシリーズの原動機が、ヤマハの同クラスのスクーターにほぼそのまま。 流用されているためで、ジョグアプリオやジョグポッシュなどの派生車種だけでなく、縦型では、チャンプや、エクセルや、BW、S ギア、また横型では B の、また、原付きに主要であるジョグ90系エンジンや、グランドアクシス系エンジンでも、同様に、大部分のパーツに互換を持っている。このため、スクーターチューンにおいては、互換性のヤマハという定説が存在する。ジョググラフィティ、 ヤマハニュースナンバー382ヤマハ発動機株式会社1995年6月1日ストーリー21ベストセラー製品の開発ヤマハヒストリーヤマハ発動機株式会社2017年8月31日閲覧ヤマハ発動機株式会社広報発表資料1999年9月9日発表 スーパージョグ ZR ハットエビーヤマハ、発動機株式会社広報発表資料2000年12月15日、発表、ジョグヤマハ発動機株式会社広報発表資料1997年10月28日、発表、ニュー、ジョグ新発売ヤマハ発動機株式会社広報、発表資料2001年2月13日発表、 ジョグ ZR 新発売ヤマハ発動機株式会社広報発表資料2003年1月22日発表ジョグ2003年モデル発売ヤマハ発動機株式会社広報発表資料2007年9月3日ジョグ CE50 ヤマハ発動機株式会社広報発表資料2009年1月6日発表ジョグ CE50ZR ヤマハ発動機株式会社 広報発表資料2015年9月8日、ジョグ CE50 ヤマハ発動機株式会社広報、発表資料2017年7月25日、ジョグ、ハットホンダとヤマハ発動機が、原付一種領域における、協業の検討を開始燃費、環境性能に優れたパワフルなエンジンを搭載し、スタイリングも一新原付一種スクーター、ジョグ、ジョグデラックスを、 モデルチェンジヤマハ発動機株式会社広報発表資料2014年11月26日発表ジョグ CE50P を発売ヤマハ発動機株式会社広報発表資料2003年10月14日発表走りの基本性能としっかりボディを兼ね備えたベーシックスクーターヤマハスクーター BJ 新発売ありがとうございます